はい、のりこさん。はい、てっぺいさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。起きたばっかりです。何時起きましたか？今日はちょっと遅く起きて6時でした。遅く6時って変だけど、今7時ですよね。はい、はい、まあまあ十分ですね、はい、1時間十分ですね。はいはい、十分、はい、ね、準備をしました。はい、朝起きて顔洗って、はい、まあシャワーね、私は朝シャワーをするから。シャワーねはい、寒くないですか？いや寒いちょっとね、朝のシャワー寒いですね。はい、まあでも起きます、それで。まあそうですよね。だから寒いところで暑いシャワー浴びて、あーっていう。うんうんうん、そうそうそうね、で今コーヒーを飲んでおります。2杯目。はい、まだ1杯目。1杯目、まだ1杯目です。はい、てっぺいさんは今何か飲んでますか？いや、僕は水ですね。おー、いいですね。はい、ちょっと前までは水なんか飲まないとかね、なんかコーヒーかウイスキーしか飲まないみたいな言ってましたね。そう、こうワナビーヘミングウェイみたいなこと言ってましたけど、はい、水を飲んでます。最近ね、そういうことをもうやめたんですね。おー、やっぱ体に悪すぎるよかったよかった、うん、じゃあ今健康な体を目指してちょっとね、やっぱり体が悲鳴を上げ始めてね、やっぱりそのお水ですね、お水を飲むし、まあちょっとさっきね、はい、お腹が空いたというか、ちょっとね、ちょっとちょっとなんか食べた方がいい時ってあるじゃないですか。はいはい、頭が動かないみたいな。うんね、ちょっと疲れちゃってね。そう、バナナ食べましたよ。あ、いいですね。最近はチョコレートとかはできるだけやめて、やっぱりバナナとかに。そう。ああ、バナナ。これはいいことですね。そう。まあなんかデザートみたいなのもヨーグルトにしたりとか。やっぱり2021年少し、はい、健康的に、うん、元気にね、毎日仕事したいからね。そうそう、やっぱりね、そうでしょ。ちょっと体調が悪くなると本当に大変じゃないですか。大変、うんうんね、どうですか、大丈夫ですかいや、大丈夫ですよ、元気です。ごめんなさい、まだ今日も咳は出ますけど、頭も本当に元気ですね。うん、うん、元気ですけど、やっぱり分かります。ちょっと体調が崩れるとなんかちょっと長引くんですよね、最近。うん、1日で回復しないね、やっぱりね。うん、また年の話です、すいません。年ですか。だからこそね、元気でレッスンをするためにも、やっぱりちょっとね、健康な体は大切ですね。いや、そう、いや、でもね、年はね、やっぱりね、人によって関係ないような気がすることが、本当に元気な50歳、60歳、70歳、80歳いますからね、元気な人。そこまで頑張りたいね、てっぺいさん。80歳まで。そうですよね。なんか本当に自分より年上でもなんかすごいアクティブな人ってたくさんいますからね。うん、いるいる、すごいいろいろやってね、生き生きとなんかね、毎日楽しく元気で生きてる方いっぱい。うん、ね、いつかな、あれは多分3年か4年ぐらい前なんですけど、うん、夏に1回スペインに住んでた時に、夏に1回日本に来たんですね。はい。で、その帰りですよ。日本に来て、その帰りまたバルセロナに戻るために羽田空港にいたんですね。はい。で、羽田空港から、まあ、成田じゃなくて羽田から行けることも多いので、まあ多分ヘルシンキ経由のフィンネアだったと思うんですけど、うん、まあ羽田空港で子供と奥さんと飛行機を待っていたら、まあ子供がね、まだまだ今よりも小さかったし、うん、まあ周りの人がね、僕の子供にね、あーとか言って手を振ったりとかね、はいはいはい、そういう時ですよ。うん、わかるわかる。そしてシニアのグループがいたんですね。おじいちゃんおばあちゃんたちのグループで、うん、まあこれからヨーロッパの方に行くのかなと思って、はいね、まあその一人のおばあちゃんですよ。うん、まあ多分70歳ぐらいで、まあ可愛い可愛いねみたいな感じで、そう僕の子供のことをね、はいはいうんうん、ああ何歳とかにね、まあまだあるある 2歳とか3歳ですみたいな、うんうん、でまあ今からヨーロッパの、まあ、スペインに帰るんですけど、とか言ってねどちらに行かれるんですかって聞いたんですね、うんうん、その人に皆さん どちらに行かれるんですかって聞いたんです、うん、そしたらエベレストエベレストだっけ？ちょっとごめんなさいエベレストじゃないごめんなさい今、うん、大きい間違いしましたアルプスあでもやばですねエベレストはちょっと難しいエベレストじゃなくていやアルプスかなとにかくかなアルプスだと思います、うん、でも、うんうん、まあアルプスはかな、うんまあ、アルプスもいろいろありますよねね、あるある どこに行くのかわからないけど、うんまあ、とにかく冬の山を登りに行くみたいな感じで僕はびっくりしましたあれどうだったちょっと今記憶がちょっとあやふやなんでいや多分あれなんじゃないスイスとかさ綺麗なこう電車山あ本当にそれはでも夏か冬で全然違うよねうん、あ違う夏ですねごめんなさい夏だからあれは何じゃあハイキングまあ夏山を見に行くんじゃない結構山頂の方まで行けるじゃないですかそうらしいですよ私は行ったことないけどいや、うん、僕はもうそういうのはもう全くなんていうのもうだから今アルプスと、うん、エベレストとチョモランマと、うんチョモランマそうねチョモランマ出てくるのはでもすごいチョモランマって同じでしょでもエベレストと多分違うんですか同じですよね違うのそうなのエベレストの中にいやでも山関係はちょっと山の話は全然、うん、山男じゃない男じゃないですけど僕は本当ブラックモンブランぐらいしか知らないですからあ十分じゃないですか多分、うん、知らないですかブラックモンブラン私わからないチョコレートのアイスクリームブラックモンブランそんなの今あるの？あれはね、僕は子供の時に日本のアイス？日本のアイスクリームで。待って、それちょっと高いアイス？高いアイス？いや安い、すごく安い。ブラックモンブラン、エベレストの、うん、写真なんですけど。そうなんだ。私ガリガリ君しか知らない。ガリガリ君って、私の父がね、夏いつもガリガリ君食べてんの。ガリガリ君。また食べてるの？って言って大好きな、うん、ガリガリ君。ガリガリ君っていうアイスキャンデー、ね、アイスねアイスキャンディーですねアイスキャンデー、うん、アイスキャンデー、うん、私のお父さんそう言いますよアイスキャンデー、はい、ガリガリ君が美味しいんだよって食べたことありますか、ガリガリ君私ない実はない僕はねアイスキャンディーはあんまり好きじゃないですね、うん、もうシャーベットはあんまり好きじゃない僕はやっぱクリームの方が好きです、ね、クリーム系でよくわかんない、はい、アイスクリームの方が好きですなんかハーゲンダッツみたいなハーゲンダッツって高いよね美味しいけどハーゲンダッツはそんなに僕はねやっぱりちょっと、うん、なんかオーバーレイティッドのものがあんまり好きじゃなくて本当にハーゲンダッツってやっぱり美味しいけど、はいはい、そこまで、うんって思ってしまうんですよね、うん、そういやちょっと高すぎですよこれは言ってもいいのかな、うん、高すぎだと思う、ね、もうちょっと安くても同じようなレベルのものありますよ、うん、そうですね、高いと思いますハーゲンダッツでも美味しいんですよね、はい、抹茶のアイスクリーム抹茶ですかいや僕はね実は抹茶アイスクリームいや僕は抹茶アイスクリームはちょっとダメですかいや僕はねアイスクリームとコーヒーを飲むのが好きなんですねまあ一緒にじゃなくて例えばアイスクリームを食べた後にちょっと温かいコーヒーを飲んだりするのが好きなんですけどバニラかやっぱり抹茶だとそれができないんですよねできないねできない、うんうん、抹茶ケーキとかもそうですね抹茶ケーキを食べると、うんうん何を飲んでいいんだろうという感じ抹茶ケーキとコーヒーブラックコーヒーだとちょっとなんかうんでも抹茶なんとなくわかる、うん、そう抹茶ケーキと抹茶だと飲み物もね抹茶にするとなんかこうなんかそうね確かにね迷いそうですねそう飲み物がねまだやっぱり抹茶ケーキだと何飲みますか紅茶？いや今考えたことなかった、へえちょっとこだわりの男てっぺい私やっぱりコーヒー飲んでるわ多分こう日本でケーキ屋さんで抹茶ケーキとコーヒーですかあとねコーヒー私いつでもケーキだケーキとコーヒー、うん、コーヒーケーキみたいなのありますねモカコーヒーケケーキはあんまり食べないな、はい、あるあるあるね、モカケーキみたいな、そう、うん、あれも困りますよね。なんかコーヒーあとコーヒージェリーもちょっと困ります、ね、コーヒーゼリーか、ね、コーヒーゼリー何を飲むかな、ゼリーって言いますね、ジェリーのことね、ゼリー、ゼリー、うん、うん、あ、なんか今すごい食べたくなりました。抹茶、やっぱイギリスにないから、抹茶のお菓子。抹茶、うん、抹茶はね、ちょっとラブ&ヘイトですね、僕はね。微妙な関係。そう、抹茶。そのね、アクティブシニアだからやっぱすごいですよ、うん、本当に。やっぱりのりこさんも、ね、そうそう、ごめん、私が話をそらしました。のりこさんも、うん、僕も。うん、70歳ぐらいになってアルプスハイキングしましょうよ。いや、できない、私もうすごい自信がある。このままでは本当にもうボロボロのお体になりそうです。だからね、いやいや、それをまた磨いていきましょうよ。磨いていかないといけない。体を磨くと言いますね。うん、鍛えるはちょっと難しいかな。いや、なんかね、これ僕ちょっとさっきすごくいい、うん、いいアイデアが出て。ほう、何ですか？うんうん、アイデアがさっき出て、はい。そうそう。実は一つ前のレッスンでですね、うん、やっぱりいろんな人と話すとやっぱりいいアイデアってありますよね、出てきますよね、おーみたいなね、うんうん、そうさっきシンガポール人の生徒さんと話してて、うん、やっぱりまあ、彼はねとても運動とかをする人なんですけど、うん、やっぱりねストレッチがいいんじゃないですか先生ということを聞いて、ね、そうやっぱりね、うん、僕みたいにちょっと運動のルーティンがない人にとって、うんまあ、ダンベルを持ったりするのはちょっとね、特に今寒いし、うん寒いし、少しずつね、いきなりダンベルとかちょっとね、そう、うん、なんか何ヶ月前まではちょっと暑いからちょっと涼しくなったら運動しますって言ってたんですけど、うん、今ちょっとね寒すぎて私も同じです、うん、春になったら私の場合それに雨がね、あ、今日ちょっと雨が降ってるから散歩はちょっとみたいなね、そういうことになるんで、うん、ストレッチはどうですかって言われたんですね。そしてまあ今いいですよって言われたんで、うん、まあレッスンしながら、始めました。レッスンしながら、ちょっと足を広げたりとか、うん、おまあ一緒にこう、うん、上にねこう手を伸ばしたりとか、うん、これできる。今やってますよ僕。ちょっとのりこさん上にね、上に伸ばしてる。上にこうまっすぐ耳のところに腕をね当ててねまっすぐ伸ばして、うん、でこうちょっと反らしたりとかこうやると。うんすごくちょっと違うよね、うん、本当に違う、全然違う、本当にあこれだったらできるかもって感じ、うんうんうん、そうね、あとねこう手をねグーパーしたりね、グーパーグーパー、それもいいっていうね、そう血行が良くなるっていうね、そう手をねこう、うんうん、こうやってこう開いて閉じて開いて結んで、うん、開いて閉じるのことね結ぶって言いますね、うんなんかそういうのとか、あと手を自分でマッサージしたりとか、うんうん、足の裏をねちょっとこう触ってみたりとか、うん、なんかこう自分の体を触るんですね、うん、ちゃんと、うん、でそういうふうなことをするとまあ十分多分健康的になれると思いますよ、うんうん、どうですか、そうですね、ストレッチ私やってます今日朝起きてやりましたから、このレッスン録音の前に、はい足開いてますか、まあ、15分ぐらい。まあでもね、私本当に硬いからね、ヨガの先生みたいなね、こうペタッとこう体が両足が180度に無理いますね。それは無理です。やっぱ私のYouTube のヨガの先生はそんな感じだけど、私は本当に少しだけ気持ちいたたたたみたいな感じで伸ばしてます。やりすぎるとまた腰がそう少しずつね。うん、でも気持ちがいいよ。朝やるとね、私はそれでちょっと目が本当に体が起きるって感じ、うん、うん朝ごはんの前にね、うん、まあね、なんか朝ごはん食べた後にヨガすると、うん、しない方がいいなんか歯磨き粉みたいになんか出てきそうですよねいや歯磨き粉ちょっとまだ想像するじゃないですか、歯磨き粉ってトゥースペーストね、トゥースペーストみたいにこう、はい、出てきそうですよね。ああ、それはよくないよ。ダメです。ヌテラが出してはいけない。ヌテラがね、そう出してはダメだ。はいはい。うん、気持ちいいやっぱり、うん。ストレッチ気持ちいいですか？うん、気持ちいいです。うんうん、そう私はヨガじゃない、もうストレッチですね、本当ね、うん、本当にいいですよ、やってください。そうですね、やっぱり、うん、体を柔らかくしてね、うん、気持ちも柔らかく柔らかくして、そうそう、ねね、柔軟に、柔軟に、いいこと言いますね、はい、フレキシブルに、うん、痛いものですね、うん、そうそう、全部大丈夫ですよね、日本語でね、うん、柔軟に柔らかく、うん、あとフレキシブルって言いますよね、片言、うん、言います、うん、本当にね、うん、でちょっとね、長生きしたい、長生きしたいです、健康で、うん、そうですね、うん、長生き健康で、なんかまたこんな話だね、はいはい、いやでも大切、うんうん、うんね、